皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。アクアリストタカーです。今日は150センチ水槽、幅1500、奥行き600、高さ600のアラワナ水槽コウメ仲間を紹介します。とその前にじゃじゃーん、インテさんのステッカー購入しました。これは有名な YouTuber インテさんのステッカーです。いやー嬉しいですね。なんかもったいなくて貼れないから、自分はあれですね、このセロハンテープで貼ってるだけです。2枚ありますね。もう1枚はこの奥の丈夫のこっちにも貼ってます。まあこんな感じで、まあプレゼント企画あったのですが、まあ自分はそもそもツイッターもやってなくて、まあどうやって購入するのみたいな、ツイッターって何って感じでしたから、いやなんか慌ててなんかツイッターとか登録して2枚買っちゃいました。いやまああれですね、かっこいいですね。じゃん、うん、いいです。はい、では、本来のアロワナ社員の仲間たちを紹介します。まずはポリプテルスエンドリーケリーですね。ポリプテルスエンドリーケリーは、うちには2匹います。まあ大きい方は42センチくらい、小さい方は30センチくらいですかね。大きい方はまあ1年で30センチくらい成長しましたね。かなり成長速度は速い魚だと思います。まあ今は40センチくらいなので、あとはゆっくり成長ですかね。まあ十分大きくなったので自分は満足してます。ポリプテルスはこの方ですね。パロットもいますけど、まあ、で餌は基本は何でも食べますね。コアカ、ドジョウ、クリル、人工飼料、ワーム、何でも食べます。ただうちはまあその中でも普通にあれですね、まあ1日1回乙姫あげてますね。こんぐらいですね。で月に1度生き土壌ですかね。まあ生き土壌やればまあ大体1週間は持つんで、1週間はまあ大量に土壌を食べて、まあ月1なんで、まあ、そんなぐらいですね。あとはずっと人工飼料のちょっと悲鳴を上げてます。まあね、これね、土壌はね、アロワナの社員にまあ上げる感じではいるんですけど、まあほぼね土壌は下に行っちゃうんで、まあほぼエンドリーケリーに食べられちゃってますね。でこのエンドリーケリー飼育始めはまあ性格とか何も分からずに飼ってたんですが、まあ、エンドリーケリーより少し小さめなくらいのクラウノーチも一緒に入れてたんですね。まあ、クラウノーチも12、3センチはありましたかね。まあ、そこまで育てるのに3年くらい飼育して大事に育ててたクラウノーチです。それをなんと
エンドリーテリー食べちゃいました。1週間は仲良く公演できてたと思いますね。なんかね、朝起きてふと水槽を眺めていたら、あれクラロチがいない、まあ、水槽のどこ探してもいないんですよね。あとはまあ食ったんかと、エンドリーケリー食ったんかと、まあ、よくよくね、エンドリークリーのお腹見たらはね、なんか妊婦さんのお腹みたいにぷっくりしてましたね。まあマジかーって感じですね。いやー勉強になりました。皆さんも公演してやられたなんて経験もある方もいると思いますが、エンドリーケリーに限らずですが、まあその魚より小さい生き物を飼育する場合は注意が必要ですね。まあ、食べちゃいますね。びっくりです。まあ自分もね、その経験が少なかったのもあったんですけど、ちょっとね、クラロチ自分、まあ個人的になんですけど好きだったんで、結構ショックが大きかったですね。まあ、エンドリーテリーはこんな感じです。次に、キングコングパロットファイヤー、多分キングコングだったと思います。まあ個体差はあるんで大きくなるかは分かりませんが、今は4匹います。まあただね、まあ動画見て分かってた方もいると思いますが、1匹転覆病で、まあ、横になってしまいましたね。まあ、パロットはこのあれですね、島の縦線のやつとオレンジの2匹、もう1匹まあ転覆病の方はいるんですけど、この奥に。まあ遠浴をやってみたんですけど、まあ効果なかったんで、まあそのまま放置ですね。薬浴はまあアロワナにもなんか良くないって聞いてたんで、まあやってません。まあ生きてるんだし、まあ大事に毎日観察して飼育してます。まあパロットも可愛いですよね。口が三角で可愛い顔をしてますね。まあパロットの餌は基本まあ何でも食べますね、パロットも。まあ、ビッグパアニマル2粒半分に折ってあげてますね。あとはあれですね、乙姫をポリプルにもあげてるんで、それと一緒にまあ一緒に食べてる感じですね。まあこれですね、これ転覆病になってもうかれこれ3ヶ月ぐらいいますね。なんかまだまだ生きそうな感じがします。またまだ生きてくれると信じて。ポリップですね、まあ、ちっちゃい方ですね、30センチくらい。あっちには大きいのいますけど、ちょっと見れないんですけど、パルト、まあ、うちにはこんな感じですね。あとはメインのじゃじゃん、社員さん、かっこいい、あなたかっこいいよ。はい、以上でアロワナ150センチ水槽公営たちの紹介でした。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイチャ。